はい、本日は4月13日ですね。朝7時の26分の相場解説になります。まあ、週が明けたんでウィークリーの方を見てみますけども、注目するのはまず1つ目、こちらでございます。1週間前のこのヒゲじゃないや、これ1週間前のね、赤い陽線があるでしょ。陽線があって上に大きなヒゲが出てますよね。で、次の今現在進行形の陰線ってのがここにありますよね。ちっちゃいですけどもね。で、これはどう見るかっていうと、その一つ前の先ほどのちっちゃい、このねコマみたいなやつね、これがですね大きな上髭を出してますんで、下にぐーっと行くんではないかなっていうふうに私は考えてます。で、ついでにですけど、もう一個前のローソク足見てみますね。ヒゲが下に大きく出ていて陽線です。これはだから次の1週間は上に向かうっていう予測が成り立つわけなんですよ。下に大きなヒゲを出してますからね。で、まんまとそうなってるでしょ、これね。まあ、そういうふうにしてヒゲを注意しながら見ていくようにしてくださいね。次行きましょう。これデイリーですね。デイリーの方を見ますと、動きはこんな感じかなというところでございます。もう一つの動きとしては、こういうふうに見て取ることもできるかなってことですよね。まあ、いずれにしましても、ちょっと収束気味で横ばいに向かっているところなんですよ。横ばいにね。ですから、上下の振れ幅の小さいローソク足ができるということです。ただヒゲは出ると思いますけどね。で、これ4時間です。4時間で見ていきたいのは、まあ、これがね、どっから来てるのかもうお分かりでしょ。こっちの方に同じようなゾーンがありましたからね。で、下から上がってきて、こういう風に斜め上に来たところがドーンと下に落ちるということ、この辺のドラマはもう申し上げましたよね。で、上がってきて横ばいに入り直したよっていうところをまたお話していたと思います。で、横ばいできたところ、1時間はどうなのかなってことですよね。1時間もまあ横ばいですね。横ばいなんですけども、今ね、この相場解説を取ろうとしている1時間前から、この大きな上下のヒゲを出した陰線が今できつつあるんですよ。もうすぐ確定します。これはなかなかね、上にも値動きが大きくて、下にも大きく値動きが大きくて、まあ、ずっと釣り合ってる状態ですよね。売りの勢力も買いの勢力も同じぐらい入っていて。で、テイクプロフィールができたのが、この陰線の流れですよね。ここは取れているかと思います。で、今後なんですけども、横に行ったのがですね、上に弾けるか下に弾けるかを、先週は全く分からない状態でずっと見ていたわけなんですけども、まあ今日もね、月曜日の時点で何とも言えないです。こういうふうに上下が釣り合ってる状態って、どっちかにブレイクするだろうけど、どっちに行くのか分かんない状態なんですよ。で、その中でもね、あえて、まあ、どっちに行くかってことを、まあ、あえて予測するなら、下にブレイクするんじゃないかなと思いますよね。皆さんどういうふうに思います？これはね、100日移動平均線の関係なんですけども、100日移動平均線がこういうふうに下に行って、3本の移動平均線がこういう束でいるときに、ここでね、今入れ替わったんですよ。3本の移動平均線と100日移動平均線が。移動平均線が上に来たんで、上から押さえつけられる形になると思います。で、下にいるときっていうのは移動平均線を支えるような形になるんですよね。まあ、これが基本で、いつもこうなるわけじゃないんですよ。ただ、原因を求めるんだったら、下に行く原因を求めるんだったら、100日移動平均線と3本の、アリゲーターの3本のね、移動平均線。これの関係で見ることはできるかなと思いますけども、まあ、原因としては弱いと言わざるを得ないかなというところです。まあ、そういった先入観を持って、今日とね、今週前半を見ていこうかなと思います。それでは。